ドライマさんはギアナコーチのベネズエラ、ガイアナ、ブラジルの3つの国境にまたがっているテーブルマウンテンである。トリプルポイントのヒベネズエラのカナイマ、国立公園内に位置し、標高2810メートル。ドライマはペモン族の言葉で偉大という意味。サバンナの真ん中に1000メートル近く切り立った壁は遠くから見ると陸に浮かぶ軍艦にも形容される。 各大陸のプレートテクトニクス活動でギアナ高地付近は移動の回転軸に当たると考えられている。このため火山噴火や地震などの地質学的な変化の影響をほとんど受けず、ゴンドワナ大陸の頃の地球では最古の岩盤がそのまま残っていると言われている。ペモン族はテーブルマウンテン形状の山をテプイと呼ぶが、なぜか ロライマと隣のテーブルマウンテンクケナンサンの2つだけはテプイと呼称しない。理由は不明であるが、彼らの信仰に由来していると考えられている。火界を拒絶するように熱帯のジャングルにそそり立つ、この山は数世紀にわたる探検家の探索によって、頂上に登るルートが発見されている。山頂には一面に水晶が落ちている、クリスタルバレーや岩に穴が開いた、 ベンターノなどもある。山頂の一角には、ベネズエラ、ブラジル、ガイアナの国境三つが交わる、トリプルポイントが存在する。カリブ海からの湿った空気が常に入り込んでくる。このため、常に湿度が高く、頂上の気候は目まぐるしく変化する。大雨が降ったり、晴れたと思うとすぐに濃い霧が出たりと、同じ天候が10分と持たない。頂上は、 高涼とした岩だらけの世界で、熱帯にありながら3000メートル近い高さと過酷な環境は樹木の生育を許さず、降り続く雨は植物に必要な土を洗い流してしまう。アイスクリームを舐めている猿や象の形をした奇怪な岩は、激しい雨と吹きすさぶ風が岩を削り取って出来上がったものである。このため土壌から栄養分を取れないためか、 食虫植,植物が数多く自生し、水があれば苔類は生きることができるため、スポンジのように水を蓄え、食虫植物が育つように場所を提供し、生育している。ギアナコーチ固有の食虫植物であるヘリアンフォラ属の種はここで最初に発見された。また、水かきがなく、泳ぐことも跳ねることもできず、卵からオタマジャクシにならずカエルのまま孵化するカエルの一種で、 体長4センチメートル程度のオリオフリネラが数多く生息している。このオリオフリネラは隣のクケナンさんとロライマさんにしか生息していない。このため、二つの山は昔は一つではなかったかと推測されている。記録に残る初登頂は1884年12月18日、イギリスの植物学者であったイム・トゥルーンとハリー・パーキンスによる。しかし、 ヨーロッパ人で初めてロライマを発見したのはドイツ人の探検家ロバート・スコムバーグで1838年のことである。初登場を行ったイムトゥルンはイギリスに帰国後、その時に撮影した写真を用いた講演会を開く。その聴講者の中にたまたまアーサー・コナン・ドイルがいた。ドイルはロライマの風景に感激し、自身の SF 小説、 失われた世界の舞台にした。テーブルマウンテンの中では比較的登山しやすい。麓のサンフランシスコから5泊6日の日程で登ることができる。しかし雨季になると、クケナン山から流れ落ちるクケナン川が増水し、近づくことができない。ブラジル側から登山するときはボアビスタを拠点に登頂するのが一般的で6泊7日ほどの日程で登ることができる。 ありがとうございます。